お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もね、クラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、なんともう、久しぶりですよ。本当にもう、1年ぐらい経ってるんじゃないかっていうようなね。はい。で、今日は使っていきたいと思います。というわけで、はい。三銃士でございます。三銃士。いや、めちゃくちゃ久しぶりなんですね。もう自分が三銃士使うのも、すっごい久しぶりなんですけど、動画にするのもね、久しぶりかなと思います。まあ僕ね、なんかもともと三銃士出身みたいな、まあスケラハーとかもよく使ってたんですけど、っていうぐらいね、結構、ね、三銃士使ってまして、最近ね、まあ結構三銃士苦しめられたね、環境だったんですけど、なんか今ね、日本人の方でね、三銃士でね、トロが上がってる人がいるんですよね。あれ。ちょっとね、今見えないんですけど、そう、いたんですよ。三銃士でトロが上がってる人が。まあ、すごいなって思って、その人のね、デッキをパクらせていただきました。というわけで、ハンターですね。今、まあ、ダクネがね、多いんですよ。あと、トルネ、ガゴムレ。まあ、僕の今、グラチャね、こっから今日やるんですけど、まあ、マッチング見てもらうと、まあ、これですね、ウォールブレイカーもありますし、まあ、マジアチャですね、マジアチャとか、こう、エリゴレですね。こういうのに対して、やっぱガゴムレがね、そんな刺さんないですね。マジアチャが多いせいで。まあ、なんで、対マジアチャとして、タルババとディガですね。マジアチャ処理のタルババとディガがある、感じでございます。なんで、結構ガゴムレ好きだったんですけど、ガゴムレの枠がね、ハンターになってますね。まあ、ハンターだと、基本的にね、ライトニングとかじゃないとワンパンされないので、まあ、ファイブ打たす要因にもなりますし、相手がマジアチャ多くても全然仕事するよっていうわけで、ハンター三銃士ね、今日はここから、ちゃちゃってくれて順勝したいかなと思います。まあ、スケルトンラッシュとかにはね、すごい相性いいかなと、思います。まあ、何がきついって言われたときに、まあ、よくわかんないですね。エリゴレには、なんか意外と今のところ勝ててるんで、はい、エリゴレのね、やっぱ対処法ですね。対処法を知らないと、やっぱトルネファイブル30処理されて、青煽りみたいな、ね、感じになっちゃうんですけど、やっぱな、アイスゴーレムと、この、工場バーバリアンで、エリゴレの後衛を逆サイドにするっていうのを、こう、皆さんに、ね、覚えておいてもらえるといいかなと思います。まあ、エリゴレがマッチングすればね、わかるんですけど、そうですね。エリゴレを、メインをハンターで溶かして、エリゴレの後衛をアイゴレとか工場バーバリアンで逆サイドにする。それだけで、エリゴレ守れますし、その適当に釣ったやつは、まあ、適当に、はい、処理していく。っていうのを、ちょっと意識するだけでね、守れると思います。よいしょ。というわけで、よろしくさあ、やっていきたいですね。ちょっとさっきね、いっぱいしちゃったんですけど、本当は無敗で行くつもりだったんですけど、なんかね、ウォールブレイカー来たんですよ、ボムタワーの。ああ、で、普通のウォールブレイカーじゃんと思ったら、なんかね、ユーノとかあって、あれなんか違うなと思ったんですけど、あ、普通のウォールブレイカーじゃんと思って、普通にしてたんですよ。そしたらですよ、なんと、メガナイトが降ってきたんですよ、マジで。メガナイトオールブレイカーにボムタワーっていう、いや、知らんし、みたいな。メガナイトオールとか聞いてないしっていうので、僕の価値格がね、負けになっちゃいましたね、さっき。よいしょ、というわけで、ラバにポイズンを使ってくれたので、僕は、あれですね、これに、あ、これでいいか、ハンター出そうか思ったけど、あ、ちょっと痛い。ちょっと痛い。はい、まあ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 。で、ここに相手はポイズン使ったので、あれですね、僕としては、ザップってよかったな。もう一枚打ってたらリポン待ってたんで。はい。で、ここへリポン置きたいんですね。相手ポイズン咲きましたので、ここでリポン置くと、相手はこのリポンにね、何もできない。まあ、ディガーが多分あると思うんで、ディガーを守りたいですね。よし、置いて、まあもうディガー来る2分の1ですね。運ゲーです、運ゲー。運ゲーなんですけど、僕らになると分かっちゃいます。ここでした。うん。まあまあ、運ゲー外しましたけど、まあ消えてたれましたね。で、ここ、工場飛ばしたいっちゃ飛ばしたいっすね、個人的に。もう一枚絶対、ボムタワーかベビドラを咲かせられるので、おい、これはね、あーやべ、これはね、耐えたい。この、黄色い親父、マジやめろ、お前。ちょっかい出すんじゃねえよ。あ、これザップだけで美味しくいきますね。オッケー。で、さっきディガー咲いたので、オッケー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 。うわー、ちょっと、なんか、ちょっと変な嫌な攻めをしてきますけど、ハンターで余裕で守れますと。オッケー。いや、ハンター強いんですよ、これ。で、ここ、まあ、工場飛ばして、俺か、あれっすね、あれされるだけだ。で、相手の、まあ、ディガーが今回あるんで、裏に置いてもディガー受けないんで、前に置いて、ポイズン打ってくれたら美味しいっすけど、打ってくれないよねっていう。こう、まあ、耐えるでしょ？オッケーオッケーオッケー。全然いい、全然いい。リズムとしては全然いい。で、ここ攻めます。で、ワンチャンボムタワーが回ってない説が。てか、まあ、回ってきて、もうゴリ押す感じですね。オッケーオッケー。いい工場入る。
や、素晴らしい。で、三重四、まあ、セパ、まあ、逆でもいいな。1、2でもいいな。で、ハンターが回るんで、別に1でも。オッケーオッケー。で、これ、ベビーから、あの、ハンターをベビーの真下に置いて、これもう、ボコボコにしたいですね。あ、これいい。タギがしかもいいんで、これ2体残る。オッケーオッケー。で、これ、ザップ1を打ってあげて、ダメージ抑えつつの、今度この残り物に右側つけますね。で、逆サイド、スタートは削りと、もうね、楽しいっすね。久しぶり30使ってるんですけど、多分、勝てますよね、多分。ちょっと怪しい。ちょっと怪しいんですけど、まあ、あとこれ、ディガーのダメージ抑えればいいだけなんで、こう、内側でしょ内側じゃない。で、左側は、削られてないので無視して、サルババでプレッシャー、はいはい。これ、まあ、ボムかなんか来ますね。オッケー。で、このディガーを相手はどう抑えるかみたいなとこあるんですけど、一回ね、ちょっといじめ。三次展開して、このハンターも絶対対応しますね。オッケーオッケー。で、ディガー来るようにハンター構えて、来ましたね。でも、それは捕まって、僕の本当の狙いは、左サイドじゃなく右サイドなんですけど、実は左サイドと。まあ、ややこしいっすね。三次使ってるとね、説明がちょっとむずいんすね、これは、本当に。本当にむずいんですけど、まあ、三重四出すタイミングとしては、こう、やっぱ何かをね、回収したいですね、言っちゃうと。三重四が何も仕事せずに処理されるっていうのだけは避けたいんで、まあ、相手のユニットがこうなんか流れてきてる時に三重四を展開したいですね。はい、理想としては。なんで、まあ、とりあえずディガー飛ばして様子見かな。これで絶対定位置なんで、OK。で、まあ、マジアチでワンチャンぶち抜かれますけど、アイゴレの HP が少ないからどうだろうと思いつつもぶち抜かれましたね。いいだ。これザップって、オッケー、エリポンもありましたね。で、相手高回転のウォールブレイカーに対してはね、エリポンも置かないがいいんですよね。僕の、そう、経験談的に、エリポンも置かない方がいいんですよね。なんか、うわぁ、もう辛い。もう辛い。これもアイゴレで耐える。そうなんですね、これ。てか、高回転ジャイでしたね。よいしょ。ここは気合を見せていく。さあ、気合を見せていく。まあ、てか、マジアチャですね。でも相手、マジアチャとコウモリとかしかないと思うんで、ここ攻めてあげて、よいしょ。で、ザップ打って、これ結構きついんじゃない？よいしょ。工場も入るし、ハンター？あ、ハンター、ミリ残り、いい子、これまた。さあ、これはいいんじゃないでしょうか。で、ジャイダクレマジアチャの、そう、スケコウモリの、最近ね、流行ってるんですよ、これ。このね、高回転めちゃくちゃ流行ってるんですよね、これ。まあ、麦タンさんですね。もう、麦タンがこれでグロ1位いってた。これで、もう、この、ね、よくわかんねえデッキでよくわかんなって感じですね、マジで。めちゃくちゃ使うのむずいでしょっていう。これハンター飛ばされると渋いんですね。まあでも、気合で耐えます。気合で耐えます。あー、耐えれないっすね、これ。まあ、ここ一回捨てますか。で、相手、ウッドザップだと思うんで、まあ、三重視展開をしていきたいですね、僕としては。よいしょ。で、まあ、21は、ここは相手がダックプリとかミニペとか、この三重視に対して直当てするユニットがないと思うんで、ちょっとね、あれっすね。あれにしました。こっちに2体にしましたね。さあ、これはこのマスケたちの気分次第で。あ、でもやばい、このね、マジアチャが残ってるのちょっとやばいですね。こう真ん中ワンチャン来ますね。オッケー、ハンターあんま使いたくなかったですけど、オッケーオッケー。ここはね、ジャイ防衛できないんで一回攻めてあげて、ハンターが残ってますよ。で、このマジアチャを処理したい。で、スケかコウモリ来る、ザップ、パーン。で、バーバリアンが殴ると。よし、黄色おじさん、最近ちょっとよく働いてますね。黄色おじさんね。はい。というわけで、まあ、ウッドザップとかのデッキだと、エリボン土地一回置いちゃったんですけど、置かない方がいいっすね。はい。高回転ウォールブレーカーとかもあるんですけど、ウッドザップで、相手がディガーがない場合、ディガーがない場合はエリポン置いた方がいいです。なんですけど、最近のね、デッキ、高回転でディガーが多いんですよね。ウッドザップ系ない。高回転ウォールブレーカーであったり、今のジャイホリであったり。だと、エリポン置いた瞬間に、やっぱファイボとか打たれないんですけど、こう、ユニットプラスのディガーで攻められて、結局ダメージ受けるし、エリポン壊されるし、みたいな地獄なんですよね、結局。なんで、
まあ、相手にもし中型スペルないなと思っても、エリポンを置くか置かないかちょっと判断した方がいいですね。なんか形組まれてこれ守れねえなっていう風なのを思うのであれば、エリポン置かずにね、まずはこう立ち回ってから、まあ、そこから考えるのもいいかなと思いますね。いや、これちょっと辛いですね。このハンターをできるだけ生かしたいですね。ハンターエリゴレに対して結構優秀なんですよね。というわけで、ここは一回処理したい。このマジアチャ GG だけ。マジアチャ GG。オッケー、マジアチャ GG やったらもうね、このマスケは、ま、一回我慢ですね。オッケーオッケー、ファイブを使ったりして今。皆さん今見ました？ファイブを使ったんですよ。というわけで、これにもう工場ディガーするだけで、この辺にライドラ来るか。てか、ライドラがもう一個手前の方が良かったな。あ、いい。全然いい、全然いい。いや、全然いい、全然いい。オッケー。しかも、相手結構コストがない人で、ファイブを使ったら皆さん覚えてますか？あれ？使ったよね。俺が覚えてないんだけど。俺が覚えてないんだけど。早く使ったんでエリポン置きたいんですけど、なんかすげえ来た。うん。これはね、レイジで、やばっ！もうなんか、最近すごいいい環境になっちゃってますね、本当に。オッケーオッケー、全然全然。でも一回エリポン置いて、もうエリが溢れる。ここ一回逆サイ釣りたいですね。このデッキというか30種デッキで覚えておくのは、このアイゴレと工場の逆サイズ釣りですね。これを覚えておくだけで防衛めちゃくちゃできるんですよね。何でも。はい。よいしょ、これちゃちゃっと一回ちょっかい出しますね。うん、ちょっかい今出して。で、これトルネーファイボレイジとかだと思うんですけどね。てかファイボサイト、まあまあまあ、こっちに、おーんって感じですね、マジ。で、これ絶対ファイブ打たれるんで、そう。で、これはね、耐えれますね。エリゴレで、とディガーで、で、今、マジアチュサイ、で、ここでちゃんとね、もし落とされたように逆サイ攻めておくと、この後が楽になりますね。オッケーオッケーオッケー。で、30C 出しつつ、オッケーオッケーオッケー。いや、ディガー素晴らしいタゲ。オッケーオッケーオッケー。相手はね、こっちにもね、打ちたいはずなんですよ。あれ、右側にもファイブ。ファイブ打たないとって削りきれませんからね、相手。いやでもここで、行くよ？もうここで攻撃を止めない。して、パーン。はい。グッドゲームって感じですね。なんか、ちょろくね？待って、なんかめっちゃちょろいんですけど、なんか、ファイボーのこのエリゴレ当たったんですけど、まだ一回も正直ね、負けてないですね。何回かそう、やってるんですけど、まあ、エリゴレに対してね、ハンターがちょっと優秀ですね。思ってる以上に。で、タルババディガーでマジアチャーにも戦えるんで、はい、というわけで、まあ、この30種ワンチャン環境来てますね、マジで。復活ですね、本当に。ちょっと楽しかったっす、30種一緒に使って。はい、というわけで、良ければね、なんかこんなすげえご両親デッキ増えてるんですけど、まあそれにも勝てるっていう、30種デッキでございます。良ければね、皆さん、使ってみてください。まあ30種ね、むずいんですけど、まあ僕、今後も多分30種よくあげると思うんで、まあ、ぜひね、一緒に使っていきましょう。というわけで、良ければチャンネル登録と高評価の方もね、よろしくお願いします。コメントもぜひお願いします。で、生放送やる詐欺ごめんなさい、本当に。でも、初めて生放送ソロでやったことなくて、いろいろ準備とかね、いろいろあって、ちょっとね、はい、苦戦しております。なんで、23日には必ずしますので、よければ、お楽しみ。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れさん。